はい、どうも皆さんおはようございます。 FX 専業トレーダーの翔太です。本日ですね、2017年2月15日水曜日の、ドル円の相場展望をお届けしていきたいと思うんですけども、ドル円はですね、本当に簡単すぎると言いますか、ここ最近本当に読みやすいというか、僕の予想がですね、どん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 当たっていってるという、そういう感じですね。昨日の相場展望をちょっとまあ振り返ると、僕はですね、ここを三尊天井のような形できてきて、できているので、なんていうんですかね、ここのこの4時間足日足ベースで引いてるこのね、切り下げラインありますね。ちょっと4時間足にしますけど、この切り下げラインね、この切り下げラインをブレイクしてきたらね、ブレイクしてきたらこの三尊天井決まって、結構下落してくる可能性ありますねっていうふうに説明してたんですけど、このね、切り下げラインを、ブレイクせずにね、ここで、ダブルボトム作られて、で、ぐっと上昇したわけなんですけども、これのね、この上昇の理由とかね、ものすごい簡単なんですけど、これも昨日の僕の相場展望の動画でね、ちゃんと僕は解説していることなんですけど、これも、この1時間足ベースでね、これ引いているこの切り下げラインありますよね。この切り下げラインをね、これブレイクしてるじゃないですか、この陽線で。だから、ここで勢いがね、一気に強まったんですけども、これなんていうんですかね、理由がね、ちゃんとあるんですよね。この切り下げラインをなんでね、僕がすごく重要視していたかということをね、考えてほしいんですけども、なんでこういうふうに僕は引いてるかってことなんですよね。これね、ちゃんと理由があって、普通のね、普通のトレーダーだったら多分ね、こういうふうに引いてると思うんですよね。このなんか多くのトレーダーはね、ヒゲしか見ないんですよね、こういう感じで。ヒゲだけしか、実体の部分とか見ようとしないんですよね、あんまり。だからダメなんですけども、間違ったラインばっかり引いちゃうわけなんですけども、こういう風にね引いてもね、こことここしか合わないですよね。けどここ実体部分にこうやって合わせると、こういう風にね、ここ実体部分合わせると、要はここのヒゲとこの実体ね、こういうふうに合わせてこう引くことで、ここも当たるし、ここも当たるしっていう感じなんですね。だから多くのポイントがバシバシ当たっていくってことなんですね、こういうふうに引いた方が。だからこの切り下げラインをこうブレイクしたら一気に勢いが強まるってことなんですね。だからこの時ぐっと上昇して、で 114.5 円付近までこう上がって、今こう上げ止まってるって感じなんですけども、わかりますかね。だからこう何度もね、何度もそのラインに当たって反発しているような、そんなラインの引き方ができたら、もう勝ったも当然みたいなもんなんですよね、正直ね。だからこういうラインの引き方をできるように訓練していってほしいなと思うんですが、これも昨日ね、僕この切り下げラインについての話もちゃんと昨日の相場展望の動画でしっかり解説してるんで、これ後付けとかじゃないんで、昨日のね、相場展望の動画も、合わせてね、ご覧いただけたらなと思うんですが、で、今後の展開としては 114.5 円で今これ上げ止まっている感じなんで、ここでもしね、ダブルトップが、または、こういう感じでね、三尊天井とか、ちょっとこうレンジ気味になってまたグッとこう下がってくるようなことがあればですね、114.5 円が結構こう強いポイントになるのかなっていう感じなんですけども、今現在はこの 114.5 円というこの50銭の壁が強い壁になるのかどうかっていうのは、ちょっとまだこの反発だけではちょっとこう分からないって感じですね。だからもうちょっと見たいっていうところではありますよね。だからこのダブルトップ、か、すいません、ダブルトップか三尊天井か、レンジとかが作られると、ちょっと急落してくる可能性あるんで要注意っていう感じですかね。で、ここね、今、
もうちょっと上がってくるとですね、もうちょっともし上昇してきたら、まあそうですね、ここ窓開いてますんで、この窓をね、まだこれ埋めに来てないんですよね。だからこれが気になるんですよ。うん、だからその 114.5 円、今現在これ上げ止まってるけども、このちょっと上見たらここのね、窓をまだしばらく全然埋めに来ずに、まあ、下落してやっと上がってきてるっていう状態なんで、まあ、いよいよこの窓を埋めに来る可能性も、ちょっとね可能性がだんだん上がってきてるなっていうのを考えるとですね、この 114.5 円を突破してくる可能性っていうのは全然まだまだあるなという、そういう印象ですかね。うん、ただ、まあ、現状ね、直近見ると 114.5 円で止まってるっていうことですね。うん、まあ、この窓もしっかり気にしといた方がいいですよっていうことですね。うん、でもこの窓を埋めに来る間にですね、この115円っていう、まあ、切り板ですね、まあ、その切り板は最強なんで、まあ、切り板を常に意識しておいてほしいんですけど、この切り板がそのここの窓をしっかり埋めに来る間に115円立ち塞がってますんで、切り板がだからここで止まる可能性もあるなっていうのもしっかり、まあ何ていうんですかね、頭に入れた状態でこの窓開いてるなっていうふうに考えてください。でこれが115円まではスッと上がってくるのかっていうと、そうでもなくて、こういうね、この要は窓が開いてる、その要はこの窓が開いたその始め根ですね、このここの陰線のこの始め根ありますね、こういうところでまあ上げ止まってまた急落っていうこともありますんで、この始め根も、ちゃんと見といてくださいね、ここもね。うん、まあそういう感じです。でこれね、もしですね、まあ、この115円もこう抜けて、ここの、まあ、このヒゲ先の高値もしくはこの実体揃いのここら辺ぐらいまで、もしね、今後上がってきたらですね、こういう、カップ&ハンドルですね、これ、要はチャートパターンでいう。こういうカップ&ハンドルが成立して、ここでもしかしたらこう急落してくる可能性も、あるんで、もしカップ&ハンドルのような形になったら、そこから反発して急落してくるっていうこともですね、可能性もあるなっていうのも頭の中に入れといた方がいいですね。うん、でカップ&ハンドルっていうチャートパターンに関してはあんまり僕解説してないので、まだまたそのカップ&ハンドルに関してのまあ、動画ですね、作りたいなとは思ってるんですけども、まあ、それはまあ、少々お待ちくださいというそんな感じですかね。うん、まあ今これ4時間足ですけども、まあこうぐーっとねこれ上昇してきましたんで、上昇してきたら一旦調整が入るっていうのが大体の動きになりますから、このままずっとずる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 勢いよくね、この陽線の上昇のような、そんな上昇をまだまだ期待する、安易に期待するっていうのはやめた方がいいですね。うん、これでぐっと上昇してくると、やっぱ一旦調整入りますから、その調整も、ちゃんと待ってから、こう、まあ、押し目買いですね、やった方がいいかなって感じですね。まあ、今、こう、移動平均線とも、こう、乖離がありますし、そういったその移動平均線との乖離もですね、まあ、よく見た方がいいですね。で移動平均線の乖離に関しては、まあ、その80日移動平均線もそうなんですけど、まあ、個人的にはまあ20日移動平均線とのその乖離をまあ結構まあ大切にしている感はまあありますね。まあ、もちろん80日も大切なんですけど、まあ、どっちも大切なんですけど、はい、というわけで本日もですね、相場に負けずに共に頑張っていきましょう。翔太でした。ありがとうございました。